このそば。さあ、借り物競争は予想外の一方的な展開となってきました。赤組万事休すか。このままじゃ私のせいで負けちゃう。でも勝手に友達扱いしたら。うつむかないでください、ユンユン。ここで諦めるなんて許しませんから。めぐみ、何が気がかりなのかは分かりませんが、シャキッとするのです。そんなことではコウマ族最高の魔法使いの名折れですよ。メグミンの言う通りだ。勇気を振り絞れ、ユンユン。お安いご用さ。ここから追い上げますよ、赤組ファイター。ここで白組がゴールに到着。赤組後半になって追い上げを見せましたが、ですが、借り物競争はここで終わりではありません。最後に正しくお題に答えているかを確認させていただきます。まずは白組の答え合わせです。どんなお題だったのでしょうか。当然女神とかじゃないかしら。いや違うよ。佐藤一馬さんの引いたお題はダメなやつでした。これは問題ありません。ちょっとどういうことよ。異議あり、判定に納得いきません。抗議します。アクア落ち着け、私たちは勝ったのだ。抗議しても意味ないだろう。続いては赤組の答え合わせです。ユンユンさん、こちらにどうぞ。そういえば、一体ユンユンのお題は何だったのでしょうか。悩んだ末に私たちを選びましたが。それは二人には秘密よ。ルナさん、これお題の紙です。確認しますね。あらあら、そういうことでしたか。問題ありません。よかった。
なんだかモヤモヤするのですが、あれはどんなお題かわかりましたか？ああ、なんとなくね。ユンユンのためにも秘密にしておくよ。素晴らしい！これこそ逃走の醍醐味！どちらも見事な走りでした。皆さん、盛大な拍手を！この後は休憩を挟みまして、ついに最終競技のリレーになります。最後までお見逃しなく。最後まで本気でやるのだ！わかってますって、手を抜くはずないじゃないですか。気を緩めたらこの街は！死ぬ気でやります！それでは準備があるので。みんな集合！リレーの前に作戦会議するぞ。石焼き芋の様子はどうでした？機嫌は良かったが、最後まで本気でやれって脅された。ああ、最後まで気を抜かずやりきらねばな。全ては平和なハロウィンのためだ。みんな本気で走り抜くぞ！おお！この巣場